神奈川新聞からかなろこニュースをお伝えします横浜市の林文子市長が27日最後の登庁日を迎えました新型コロナウイルス感染症への対応のため退任セレモニーは開かれず花束を贈られた林市長はこれからも市民の皆様の幸せをお祈りしていますと述べました 林市長は大英会長などを経て2009年の市長選で初当選しました3期目にはカジノを含む統合型リゾート施設 IR の誘致を表明しましたが今月22日の市長選で元横浜市立大学教授の山中武春氏に敗れました川崎市の中心部で毎年10月に開かれてきた国内最大級のハロウィンイベント 川崎ハロウィンが今年は開催せず24年の歴史を終えることになりました今後は別の形でイベントを模索していくということです川崎ハロウィンは1997年に始まりました斬新な企画が話題になり2010年代にはパレード参加者がおよそ3000人パレード観覧者も12万人となり日本最大規模のイベントに成長していました <music> 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、横須賀市は自宅療養者への食料配送サービスを拡充することにしました。4月から保健所が配送を行ってきましたが、市内の自宅療養者が急増しているため、全庁の職員が交代で配送に加わるということです。 宅配サービスの利用や親族からの支援を受けられない自宅療養者に3日分の食料を玄関前に置くことにしています。